皆さんおはようございます。 MBS アナウンサーの川田直江です。同じく MBS アナウンサーの清水麻衣です。野島咲子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん今ご自宅ですとか、まあ、外で、YouTube の画面をご覧になっていると思いますけども、届いてますか？私たち映っておりますか？よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。リモカツライブ2日目でございます。昨日初日があったんですけども、はい、MC を務めた2人、昨日はどうでしたか？もう昨日はいろんな企業の社長さんと社員さんと経営者の方と、あとスペシャルゲストも交えて、はい、本当に実のある内容でしたね。すごい盛り上がったな。本当に面白かったです。就活生向けなんて言ってますが、社会人 2年目の私たちがどれだけ勉強になったか、ね、はい、そしてこのスタジオにいるスタッフの皆さんも本当にこううんうんってうなずきながらというのも印象的でしたね。我々社会人も勉強になるような内容がいっぱい詰まっているコンテンツ、リモカスライブの2日目をお送りいたします。はい、先ほどもオープニング VTR でご覧いただきましたけども、就活生のためではあるんですけども、今やっぱりいろいろと大変な時期ですからね。やっぱりコロナ禍で就活をされている子供を持つ親御さんとか、そういった方々にも見ていただければなとか思ったりします。私も2児の父親なんですけども、そうですよね、やっぱり、まあ、まだ小さいんですけども、いずれこう社会に出るとなった時、やっぱ親としてもいろんな不安あるし、頑張ってほしいなってやっぱ応援したくなりますから、そんな方にもですね、このリモカツライブをご覧いただけたらと思います。はい、そしてですね、そもそもリモカツライブって何という方のためにイベント概要をご紹介したいと思います。はい、学生の皆さんにとってやっぱり就職活動って自分の人生を、まあ、決めるとまではいかないけれども、本当に分岐点といいますか、今すごく不安な時だと思うんです。でただでさえ孤独で不安なのに、このコロナ禍ということでかなり今大変な思いをされていることと思います。ということで今回は学生と企業がオンライン上でありながらリアルに集まっているような感覚で、まあ、お話しする場所を作る、さらには大変な時だけど働くことって楽しいんだよということをお伝えしたいということで、今回このイベントを開催させていただきました。エンタメ型就活のリモカツライブという、はい、なるほど、楽しくやろうということですね。そうなんです、はいはい、要は楽しく、野島さんと清水さん入社2年目ですから、はい、まあ、本当に数年前就活をしたわけですけども、はい、今の就活とあなたたちの就活やっぱり違うのか？いや全然違うなって昨日感じました。やっぱりこうもそもそもこういうイベント、うん、こういう配信の就活、はい、まあイベントっていうのも、うん、なかなかなかったですし、そうです、はい、私は合同説明会と言われるものにかなり、まあ、自分の足を使っていきまして、うん、いろんな学生の人たちと一緒にいろんなブースを回ってっていうことをやってたんですけど、これ自分が行きたいところポチって押せば行けちゃうんですよ。そういうことです、ね、はい、だから、まあ、そのコロナの蔓延で、うん、外に出にくくなったからこそこういうものが生まれたという、ね、そうなんです、まあまあ、だからこそ、まあ、人に会えないという点でちょっと孤独がさらに増すというのはあるとは思うんですが、まあ、そんな新しい、まあ、何でしょう、ツールでリモカツライブを、まあ、今回は使っていただければなと思います。そうですよね、本当にご自宅でもこうやって参加できるって非常にメリットも大きいと思うので、はい、まあ、交通費もかからないし、はい、なんだったらあれでしょ、宿泊して遠方まで行くわけでしょ、就活。そうなんですよ。でしかもスーツをしっかり着込んで、うん、もうこんな感じ、もう面接のかのように合同説明会に行ってたんですけど、はいはい、ポテトチップスを食べながらコーラを飲みながらこれを見ることが、ね、まあ、極端なこと言うたらね、はい、そうなんです、そうか、なんか映画見てるような感覚で、会社面白いなみたいなことができちゃう。そうやね、うん、はい、だからリラックスして皆さんいつもの生活スタイルの中に取り込んでもらえたらいいと思うし、さっき野島さんも言ってたけども、就活ってどこかちょっとこう孤独を感じたり、リモートってなんか一人で寂しいなと思われる方も多いと思いますけども、でもこれエンタメ型ですから、はい、みんなで楽しく就活に取り組みましょうっていうのがテーマになっているので、うん、決して不安に感じないで、で、まあ、我々 MBS という放送局ですから、まあ、いろんなそのコネクションもありますし、うん、できるだけ皆さんのその不安をちょっとでも取り除くことができたらなと思って、今日はこういうふうに場を設けておりますので、はい、どうぞ自由に出たり入ったりしながら、うん、お友達に今こんなんやってるよって教えてあげたりとか、はい、やっていただけたらと思います、はい、長時間ですからね。そうなんです。あとこれ YouTube で今生配信しているんですけれども、うん、YouTube のコメント欄にたくさん質問とかしていただければ取り上げることもできると思うので、はい、ぜひコメントもよろしくお願いいたします、はい、そして Twitter もございますので、うん、そちらのツイートもリツイート
そしてフォローもよろしくお願いします。そうですね、ハッシュタグリモカツライブでしていただければ嬉しいです。はい、もうフルにそういう便利なツールはね、利用して就活を頑張っていきましょう、はい、私たちも応援しますので、応援してます。はい、さあそれではですね、今日は毎日放送の1階にありますこのチャプラーステージというところからお送りをしているんですが、実はこの会場に就活中のですね、学生さんにも来てもらっています。近畿大学3年生の皆さんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、5人来ていただいてます、はい、あのフェイスシールドちょっとあの鬱陶しいかもしれないけどごめんね、あのちゃんとこういう対策をしながら皆さんにも楽しんでもらおうと思います。はい、3年生ということはもう就活中ってことでしょう。ですよね、3月1日にちょうど解禁されたばかりですもんね。ですよね、うん、なかなかこういろいろ大変なことも多いと思いますけども、ぜひ皆さんのですねお話も聞いていきたいなと思います、はい、まずはじゃあ福地さん、はい、おはようございます。簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。はい、近畿大学3年生の福地京子と申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。福地さんも今就活中ですよね。はい、はい、そうです。ここまではどんな感触ですか。そうですね、その言ってられたようにずっと外に行くっていうよりも家でもう下はパジャマのままで説明会受ける感じです。あのこういうオンライン説明会というのは何度か参加してるんですか。はい、そうですね、ずっとオンラインで受けさせてもらっている形です。今こう不安に思ってることとか気になってることって何かありますか。はい、そうですね、そのオンラインだからこそ対面と違ったところとか見られると思うんですけど、そこがどうなってるとか教えていただけたらなって思います。あのモニター越しだからやっぱりいわゆる光に合うのと違うもんね。全然違うと思います ね、 ね、うん、だからそこがこう、まあ、一つのポイントというかどうそれをクリアするかっていうことだと思うし、あの採用する側もまだ慣れてないのでね、うん、こっちもちょっと戸惑ってるところがあったり、できるだけそのモニター越しだけども皆さんのいいところをこう見つけようと一生懸命やってると思いますので、うん、あの専門家の方にもそんなねお話も聞けたらなと。そうですね、うん、はい、よろしくお願いします。あ、ちなみに福地さんはどういう業界を目指してるとかありますか。特に決まってはいないんですけど、うん、そうですね、いろいろ見たりしてます。幅広く構えてるっていう感じですか。わ、はい、かりました。でも本当になんかオンラインで の、 あの説明会とかって雰囲気がわからない、会社の雰囲気がわからないっていうのがすごく大きなポイントだと思ってて、私この会社に決めたのも結構雰囲気だったり人の温かさだったりしたので、そこがわからないっていうのはちょっと難しいとこかもしれないですよね。だから逆に企業側はそれをオンラインでどうやって皆さんに伝えるかっていうのは僕たちの宿題かもしれません、ね、そうですね、確かに、ね、福地さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。そして栗本さん、おはようございます。おはようございます。簡単に自己紹介お願いできますか。はい、近畿大学3回生の栗本こなみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。栗本さんは就活その進行具合ですか、どれぐらい進んでますか、やってみてどうですか。そうですね、エントリーシートを出す期限が迫っていたり、毎日ちょっとやることをどうしようとか思いながら進めている感じです。エントリーシート書くのも結構いろいろ気を使ったり考えたり大変だもんね。はい、文章書くの苦手なので。ああ、そっかそっか何社ぐらい受けようというふうに思ってますか。そうですね、エントリーは30、40、50以上受けろとお聞きしてたので、ボタンは押してる感じ。ごめんなさい、その30、40、50社受けようっていうのは平均的なの、それとも特別多いの。平均的なのかなって友達のお話とか聞いてたら思います。後ろで永井くんがそれぐらい当たり前だよってうなずいてたけども、そんか、それぐらいか、大変だね。いや大変ですね、うん、そしてあの私たちのようなあのコロナ禍じゃなかった時に、うん、あの就活をしていた人たちは、まあ、実際に会社に行ってあの雰囲気を肌で感じてるじゃないですか。でもやっぱり全部オンライン説明会で、まあ、この会社いいなって思ってもどうしてもあれ、もう3、40社も受けてたらこの会社どんな感じだったっけってちょっと混乱してきそうなんですけど、その辺はいかがですか。混乱するのでメモとかしてるんですけど、うん、やっぱり混乱しちゃいます。ですよね。なるほどな。だからそこがまた難しいポイントであるけども、うん、なんとかでもこれをうまいことを利用してね進んでいかないとね、はい、志望する業界は何かありますか。はい、インテリアやディスプレイ業界に興味があって進めている状況です。なおさら生で見たいところですね。そうですね。
これだから最初のその面接何回かはオンライン でいずれその会社に行ってということもあるんですかね。そうですね、予定ではというふうに情報を公開されていることが多いです。でも具体的にこういうことをやりたいというのがあるから、あの目標は定めやすいといえばやすいかもしれないですね。わかりました。国本さん頑張ってください。よろしくお願いします。そしてそのお隣、西中さん、はい、おはようございます。おはようございます。簡単に自己紹介をお願いします。はい、近畿大学3年生の西中美と申します。はい、就活はどうですかここまでは。3月1日に解禁してからやっぱり説明会とかエントリーシートの締め切りがすごく多くて今は大変な状況です。はい、3月は本当に大変でした。そうなの、うん、そのエントリーシートの提出が、はい、もう死ぬ気で友達とやってました。そうか、本当に、ね、神経がすり切れそうですよね。はい、今日何かリモカツライブに期待してることとかってありますか。あ、そうですね、うん、いろんな自身が志望している業界の企業さんも参加していらっしゃるので、見てみたいなって思ってます。ちょっと西中さんの志望業界はどういう業界ですか。IT 系や広告系を、はい、今は志望しています。お客さんです。はい、うん、なので随時その皆さんのね質問なんかも受け付ける時間もあると思いますので、はい、はい、ぜひ聞いてみてくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは後ろ参りましょう。栗坂さん、はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、近畿大学3年生の栗坂みのりと申します。はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでの就活感触を教えてください。そうですね、私も3月1日で解禁したんですけども、緊急事態宣言が明けたということで対面の開催であったりオンラインの開催っていうのがこうごちゃごちゃになっているので、すごいスケジュール管理っていうのが難しいなって思ってます。そうか、だから緊急事態宣言が明けたからもう対面でやりましょうという会社も出てきてるんですね。あ、実際に対面してでこっちはリモートでっていうのの繰り返し、はい、そこバランスやっぱ取り方難しいですか。そうですね。福地さんも今うなずいてましたけども、やっぱりあれですそういう状況ですか今。そうですね、その行く時間とかも考えてなくて、うん、予定立ててたらあこれ間に合わへんからやめないととかはあります。だからそれだけ皆さん予定がいっぱい詰まってるからそのスケジュール管理もすごく大変なんですね。オンラインでって最初になってたらあここ1時から2時、2時から3時って入れられたけど、うん、例えば1時から2時のやつが対面になりましたって急に言われちゃったら、ああ2時から3時で受けられなくなっちゃいますよね。そっか、だからそのスケジュール管理予定をどれだけ入れていくかというのもちょっとコツが必要かもね。何でもかんでも受けるっていうわけにはいかないですもんね。栗坂さんは志望する業界はどういう業界ですか。食品業界を志望しています。食品を志すなんかこう理由とか何かあります。あ、実家が専業農家をしてまして、こう幼い頃から食に携わっていたので、まあ、お仕事でもそういうお仕事ができたらいいなって思ってます。お父さんとお母さん嬉しくて、まあ、きっと泣くと思うわそれ言われたら、ね、あやっぱりお父さんお母さんの仕事ぶりを見ててそういうふうに思うんだ。はい、素晴らしいね。ゆくゆくはこうなったらいいなみたいな描いてる目標はありますか。そうですね、こう食を通じて皆さんが健康になるようなお仕事ができたらいいなって思ってます。聞いた、うん、素晴らしいじゃないですか、はい、なんかもう面接が始まってるかのような。いやごめんな、ちょっといろいろ教えてほしいなと思って。はい、はい、ありがとうございました。そして永井さん、はい、はい、自己紹介お願いします。はい、近畿大学3年生の永井福井でと申します。はい、お願いします。お願いします。就活はどうですかここまで。そうですね、僕割と早い時期から始めてたと思うんですけど、やっぱ3月1日から急にもう本当に雰囲気ガラッと変わりまして、うん、もう今説明会とかエントリーシートやらでてんやわんやします。あ、そうですか。早めに就活スタートさせたというのはまだどうしてですか。そうですね、やっぱりなんかこうコロナ起こる前やったんですけど、やっぱりこう自分の将来に不安はある程度あったので、早めに動いといたらなんとかなるかなっていう部分で、うん、すごいね、なんかしっかりしてるというか、そうです ね、用意周到。例えば早めに動くっていうのはどんなことされてたんですか。そうですね、実際に外交の会社企業説明会みたいなのがあったので、2月ぐらいに1回そこに行ってみて、1個上がどういう風な感じでやってるのかっていうのを見たくてやってました。ああ、じゃあ結構、まあ、準備はできた状態でこの3月を迎えたという感じですか。そうですね、でも対面とリモートでやっぱりそこは大きく変わったので、そこはちょっと違いはあるかなと思いますね。
どういう業界志望してますか？そうですね、かなり幅広く見てるんですけど、うん、IT とかはかなり面白いそうだなと思ってます。全然関係ない話ですけど、永井さんがっちりしてるね、体。なんかやってるの？あ、最近野球はやってるんですけど、ジムも通ってます。本当、はい、また全然違う話だけど、阪神の佐藤選手、近大。あ、もうすごいね。すごいですね。ね、楽しみやね。近大出身で、世界一。ああ、ね、そうや、めっちゃ関係ない。友達？あ、違う違う違う。あ、そう。ね。そうか、でも皆さんこうやって準備して、で今日ここに来て、もういよいよこの、スタートした就活、なんとかね、うまいこと進めばいいけども、不安も多いと思いますけども、今日これはぜひ聞いてみたいというようなことって何かあれば教えてください。これ確認したいとか、これを質問してみたい。手を挙げて、はい。じゃあ永井さん行きましょうか。すみません、リモートになってからやっぱりこう参加する学生とかも、いろんなこうアピール方法をしてると思うんですけど、うん、そういう中でこう人事の方から見てどういう学生が面白かったのかみたいなのを、うん、ちょっと自分の参考にもさせていただきたいので。なるほど、はい、実際に今日企業の方来ますから、そんなお話も出たらね、参考になりますし、はい、また業界によっても多分違うでしょうね、うん、ジャンルがね、いろいろありますから、うん、はい、栗坂さんいかがですか？はい、なんかエントリーシート以外にもなんか自己 PR 動画を提出するときがあるんですけども、そういう動画っていうのはこう人事の方から見てどういう動画がこう目につきやすいのかっていうのを教えていただきたい。自己 PR 動画って例えばどういうこと？自己紹介をする動画を撮って送るってことですか？はい、そうですね。はー、なるほど。それは私たちもありましたね。そうですね、アナウンサー試験ではありがちかもしれませんけど、他の業界でも今あって動画、うん、PR っていうのがあるんですか？はい、あります。私の時もありました。ありましたか、うん、商社もあったし、広告業界もありました。そうですか、アナウンサー職はね、割と一般的で、自己紹介は30秒でお願いしますっていう動画を審査したりするんですけども、うん、一般職でもやっぱそれ浸透してるんですね。でも一つだけ言ってもいいですか？これ MBS の人事の人が言ってたことなんですけど、真っ白の背景でずっと撮ってるのを見ると何千人も見てるからちょっと飽きちゃうっていうのを聞いたことがありますっていうのだけお伝えします。これは MBS の人事の一人の方が言ってた個人的な感想ですよね。あとね、やっぱり動画はやっぱり分かりやすく伝わらないと意味がないので、例えば喋る時の環境、後ろで雑音がないかなとか、何か背景になんか邪魔なもの映ってないかなとか、あとはよくあるのが逆光になってて、お顔がなんか影になって、あれ表情なんかよく見えないなとか、そういうのもあるので、一回自分で撮ってみて、でちゃんと映ってるかな、声は届いてるかなっていうのをしっかり確認した上で送った方がいいかもしれませんね。せっかくね、すごくいいこと言ってくれてるのに、声がちょっと聞き取りづらいぞとか結構あるんですよ。いや、やっぱ私たちのやつも見てますもんね、きっと、うん、PR 動画見ましたよね、きっと。ところだけは、はい、そう、だからそういうのは注意した方がいいかな。アナウンサーの PR なんかはその体を動かして、はい、撮る人も結構いるんですよ。で、体を動かすということは体全体が映らないといけないので、カメラの位置がやっぱりこう遠くなるんですよ。遠くなるとマイクも遠くなるんで、声がなかなか拾えてないとかね、だったらマイクは別にするとか、いろんな方法をちょっと試してみたらどうかなと思います。はい、はい、というわけで皆さん、あ、まだ質問ありますか？どうですか？大丈夫ですか？大丈夫かな？はい、ということでございます。はい、はい、いろいろとお話聞いてきましたけども、そんな皆さんの不安や疑問を解決すべく、リモカツライブ特設サイトではこの配信の他にも就活に役立つさまざまなコンテンツが配信されているんです。まずはこちらをご覧ください。リモカツライブはオンラインだからこそできる就職活動をより効果的にサポートする配信イベントです。まずは MBS リモカツと検索、こちらの特設サイトから事前登録を済ませログインすることで、著名人や企業による特別生配信が視聴できます。またページをスクロールするとオンライン企業ブースが登場。気になる企業をクリックすれば知りたい情報が簡単に閲覧できます。さらに企業の特徴をまとめた PR 動画などもあり、働く自分をより分かりやすくイメージすることも。もっと詳しく知りたい人は企業説明会への参加も可能で、スケジュールはトップページの各企業ブースをご確認ください。またオンラインチャットでは1対1のやり取りができ、気になることを何でも相談できるリモートならではの機能も充実しています。リモカツライブで見て学んで参加するオンライン就活をぜひ体験してください。
盛りだくさん。いや本当に自分たちで企画しているとはいえ、はい、なかなか充実してますよね。これすごいです。すごいね、はい、いや面白いなと思いながら、僕たちも初めての経験いろいろさせてもらってるんですけども、今回はこういう形で皆さんに就活をエンタメしてもらおうということになりました、はい、情報量も結構ありそうですね。そうなんです。特設サイトでは配信には登場しない企業も出展しておりまして、うん、サイト本体とは別にブース内のチャットでは企業担当者に直接、いろんな会社のことについてや、普段の働き方について質問することができるんですよね。チャットだと気軽に聞けるというメリットあると思うんですよね、はい、企業の方って、当然大人ですから、学生からするとちょっと緊張するし、ちょっと質問苦手だなという人もいるかと思うんですけども、これはチャットですから、はい、皆さんのね、やっぱりそういうパソコンとか得意でしょ、はい、おじさんみたいなこと言うてるけどおじさんチャットで普段だったら聞きにくいことも思い切って聞くことができますから、それぜひ大いに活用してください、はいはい、本当に家にいながら会社説明会に参加できるじゃないですか、うん、でさらに今おっしゃったチャット、うん、これ私すごくいいなと思ったのが、対面だとメモ取りづらいんですよ。話してるから一応顔も見てなきゃいけないから、一応いいこと言ってても何て言ってたっけみたいなこと結構多くて、なるほど、残るのでちゃんとスクショもできるし、他の企業さんとに同じ質問をして回答の何でしょう、比べたりもできるので、すごくいいんです。なるほどね、はい、後でもう一回振り返ることができる。そうなんですよ、しかもやっぱり動画での対面の座談会とかだと、どこかにちゃんと座って、家の中であり店の中でありどこでもいいんですけど、座ってちゃんとやらないといけないっていうちょっとハードルの高さがありますけども、チャット機能だったら移動中とか顔を出ししなくてもできるので。そうか、そうですね、なのでめちゃくちゃ便利や、めちゃくちゃ便利なんで、学生の皆さんはもうブースとかチェックされました？あ、されました。いかがでした？西中さんいかがでした？あ、そうですね、企業もたくさんあるので楽しみなんですけど、今日はその著名人とかもたくさん話があるの で、そちらのブースも、はい、楽しみです。いや本当にどちらも自分が興味のあるものを行ったり来たり、うん、行ったり来たりしながら楽しんでいただけたらなと思います。夕方にはだってキングコングの西野さんも登場する。そうなんですよ、はい、ちょっとどんなお話が聞けるのか楽しみです ね、 でこれから行われるこの配信ステージのコンテンツ、視聴予約をすることができるんです。配信開始前にリマインドメールが届くので、うわ見逃してしまったみたいなことがないというのも特徴です。皆さんぜひその機能も使ってみてください。予約しておけば教えてくれるのね。そうなんです、何時になりましたよと、はい、でこういうコンテンツ始まりますよと。なるほど、それは大いに、はい、活用してください。今日は長時間ですので、べったりこれ見とくってことは多分難しいと思うので、そういう機能も上手に使ってみてください、どうでしょうか、国本さん、どう、なんかこう気になるコンテンツってありましたか、今見た中で。そうですね、チャット機能がウェブなのに距離を近く感じられて、すごい素敵だなと。それメリットだよね、福地さんいかがですか。そうですね、その直接手を挙げてとかやったらやっぱり質問とかもしにくいので、うん、さっき言ってくれたみたいにチャット機能っていうのはすごい使いやすいです。ねえ、ね、先ほど私たちがご紹介したブースだったり特設サイトへのアクセス方法は、リモ活ライブで検索してエントリーを行う必要があります、はい、必ずエントリーしてください。そして YouTube での配信をご覧の方も、企業ブースでしか見れない情報もありますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、なのでこの YouTube 生配信というのはもう常にずっとこのスケジュール通り、ね、はい、進んでいきますので、はい、10時30分からは村田製作所からスタートして、ずっとで、吉田匠さんにもね、ご登場いただいたり、前田さん、そしてキングコングの西野さんは4時35分ということになっています、はい、今から始まる10時30分からのオンライングループディスカッションの攻略術、これは本当に見た方がいいです、はい、これは気になりますね、はい、ぜひ皆さんね、参考にしていただきたいと思います。もうコロナで大変な時期だからこそ、皆さん一緒に楽しみながら就活頑張っていきましょう、はいはい、それではこの後リモ活ライブ2日目、いよいよスタートです。